シムシティ風のフリーゲーム、リンシティの画面。見かけ上は 3D だが、実際は奥行き情報を持たない、当軸測投影法で描かれた 2D のグラフィックが使用されている 2.5D のゲームである2.5次元は、物体の3次元的形状を一つの方向から見える範囲で表したもの。2次元と3次元の中間という意味でこう呼ばれる。ただし、 波数の0.5という値に正確な意味合いがあるわけではない。物体の裏側や内部に関する情報がないことで3次元と区別される。通常、2次元データに追加情報を付加した形で表される。奥行きを追加した距離画像が代表的だが、他にも放線ベクトルの向きを追加した放線マップなどがある。2次元座標に 奥行き情報を付加することを総員という。建築、機械の設計などでは人体、動物などのモデリングのように複雑な形状などを必要としない場合がある。こうした分野で用いられるカナダドルソフトウェアには2.5次元によって立体物を扱えるものが多い。地理情報システムの分野では投稿線で扱える起伏を持った地形を2.5次元という。 トンネルやオーバーハングは扱えない。ハウスドルーフ次元や掃除次元はフラクタル図形に対しては整数とは限らず2.5次元になることもあり得る。ただしフラクタル図形の次元は典型的には無理数である。コンピュータゲームにおいて映像表現に3次元コンピュータグラフィックスを使用しているにもかかわらずゲームの展開が2次元であるものを2.5次元と呼ぶことがある。 二次元と三次元の中間という意味で、キャラクターの模型や着ぐるみ、コスプレ、アイドル声優、これを舞台などで演じる男優、女優などを2.5次元と呼ぶ。なお、恋愛シミュレーションゲームなど、顔を 3D 化して、本物のような顔の動きをさせる、モーションポートレートを使ったキャラクターやゲームを2.5次元と雇用されることもある。ありがとうございます。